南津のですどうもさてああの誕生日からまたサニー編だったっけだったような気がするから一点、えー、一人ですあのー、普通のテンションです、うん、さあいかがお掃除ですか オリンピックが始まりましてオリンピックが始まりまりしたねあのー、いやこれは難しいあのニュースキる案件ではないんですけどあのー、小林賢太郎がですねあの僕めちゃくちゃ好きなんですよでまあ,あのいろんな考えの方がいらっしゃると思うんですけど、まあ、あの僕の心の詩があ,のああいった形でテレビに出るのが非常にテレビじゃねえかテレビ別見てないけどあのツイッターの。 にトップでドンとか出てんのすごいなんか複雑な気持ちでしたっていうのがあの CFC の前日かなんかに出て前日当日とか入れてもうテンション下げ下げザウルスだったんですけれどもまああの開会式は見ましてあのね会員になったけどめっちゃ小林健太郎だったんでなんか俺あれいくつの時好きだったんだろう高校とかかな中学。 3年とかここぐらいでラーメンズめちゃくちゃハマってまあまあまあほぼ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 ,ほぼ見ましたみたいな。俺あのどんぐらい好きかっていうとインスタグラムの,のアカウント名「ハムザ・ドット・ KK」って「KK」って何やねんみたいな「俺小杉優斗だし」みたいな「いいだろ」みたいな。っていうのはあの僕の心のし2人がそこ2人あの2入っててまあ両方とも小林健太郎って言うんですけどあの1人はあのラーメンズ。 で,しょでまあもう一人はあの小林克夫の息子の料理研究家健太郎さんは本名小林健太郎なんであのその経験ってぐらいには好き具合としてはどうなのか分からないけどなんですよ、うん、そんな人がねそのまあ確かにあれがそのネタの内容としてというかそのなんだろうなおふざけの中で言っていい言葉だったかどうかは別としてですねそのしちゃいけないことで言ってるしね とかなんかでもまあその人によってはというかね、まあ、どういうふうにどこまでちゃんとこう知っているかとか調べているかはからないなんかああいうふうに出方をするとああいうああいうも <laughs> う指示が多すぎああいうことになるんだなっていうのですね。でもうあの僕自身の,その心は苦しいというところでございましたが。あの 外式見てあのこれが小林健太郎だとこれがラーメンズだと、うん、その私が見てきたあのエンタメやりてえなとか思ったその理由の人なんで別にエンタメはまああのばやってるかどうかは別として、まあ、エンタメってかっけえなエンタメって素晴らしいなエンタメって僕の心にとてつもなくこう深くまで、えー、入ってきて大きく揺らしてくれるもんだななんていうふうに思ったきっかけの人だったんでまああのう、ー、しかった面もあるし。 それそうとかさ外にあの反対とか言ってる人もいたんでしょそのオリンピックやるなみたいななんかこういろんな考えの人がいていろんな状況の人がいてもう本当にこううんなんていうの想像してたよりもあの手放しで喜べないオリンピックをやってきてるなと思うんだけどでもスポーツをやることはすごいと思うしあのオリンピック組織委員会のその意見うんぬんかんぬんってそういうのはうんって思うこともいっぱいあるけどうん。 なんかまあ、いいものはいいし嬉しいことは嬉しいしなんかそういう楽しいまま不安不安なまま楽しいみたいな大豆だとはこれ引用ですけどなんかこうな「人生みたいだなって思いました」っていう話をするとですね大体のことは収まりがよくなりますねあとまあ人間って多面体だからねおすすめですさあこんにちは南水ハムザですけれども。 なんか今のアイドリングすごい自分の気持ちが乗ったアイドリングトークだったね <laughs> さああのライブがございましてですね茶柱ファイトクラブがありましたねありがとうございました YouTube だったらイエーイっていうのをつけたいですねうん、えー、VS ステラリープということでまあステラリープ何回もねこの後 もう決まっててるし、し一緒にやれて嬉しい相手ですけど前回やった時から2年3年なんかすごい,すごい経ったみたいですね2年かその CFC で一緒にやった時とはまた、まあ、いろんな状況変わって彼らは一回初級、まあ、みたいになってそれでもなおこうライブができたとか嬉しかったですねあの僕自身がすげえパンク小僧かと言われるとですね なんかそうじゃないなーって思うんだけど彼らのライブとかなんかパンクをやることとか,かどんどん好きになってってるのとか思いますあのー、今年はオッパーラーも多分あれ今年ですよねあれ今年だよね俺の記憶が正しければあのなんかいろんなことがガチャガチャになったんですけどあのオッパーラーもすげえいい企画だったしねなんかいいですよねでまあまあトピックとしてはスレアラマイフレンドやってくれて。 マクランドむずいだろうって思いましたよ。そうそう。<laughs> あの全部南水の曲実はあの何気ームズイがいっぱいあるんですよね。<laughs> むずいだろうって思いましたね。そうあの永木くんのいい意味でそのなんだかな一筋縄でいかないところがですねありますよね。あるんですよ。そのシンプルかつ複雑という絶妙なところに永木くんの曲はあると思ってるんですけど。 そうやるるとわかのミミの曲の難しさでもすごいなんかかっこよかったですね。で我々もあのステラから「ビター・デイズ」という曲をやらせていただきましてあの初めて合わせた瞬間からですねあのよくはアレンジができていてあの出来上がった曲をやるのは楽しいねっていう話も耳鳴りしました。なんかであのアレンジを考えるっていうのは楽しいけど大変大変だけど楽しいというところなので。 なんかこう出来上がっみなみずのメンバーでか出来上がった曲を演奏する場面っていうかその完全に各パートが入りきった曲をやらなぎで今から作り上げてみんなでやろうよっていうのをする組織なのでバンドってなんか玉木カバーとかやると上がりますよねなんか発見もあるしなんか楽しいなっていうのがありましたねで B メロのドアタマでかな「Life Goes On」人生は続くというね あのー、ところがなん,かなんかよくねっていうか「南雲君本当にここはすらしいんだよね」って,ってみんなで歌いたいって言ってその本家にないアレンジだったんだけど別にあのステラリップはあそこ後ろに歌うことないんだけどなんかこう人生は続くっていうのはすごくいいねって言ってでいいこともさあのそうじゃないこともあるけどライフはごーズオンしていくわけじゃないですかっていうのとかとかもうまあねその今,今の今の自分の心境にも合ってましたよね。あ だかどういった形であれライフをゴーズオンしていきたいなとお申ししていってくださしていってくださいこんな無責任なことは言えませんけどできればできればゴーズオンする形であの皆さんもですねあのーズオンしてくださいよというできればねという感じでございますカレーも作ったしねカレーねどうでした あの来ウーバーイーツはできないので会場限定になるわけですけれどもあの僕の作った人の手応えの話というか作ったはサイドスピンオフアザーサイド的な話で作った人の話というと、えっと、カレーを作るのが日々上手になってるなと思いました手際が良くなりましたね。 であのラ・ママのキッチンでカレー作るってどのぐらいのことができてどのぐらいのことができなくてどこに何があるかがどのくらい悩むかが想像できた上で作ったんですけど一応あの簡単に口頭でレシピとか言ってみたりするえなんかちょっと今日あんま,あんまねそのすごい喋りたいことがあるわけじゃないの,その俺小林健太郎でめっちゃ落ち込んでるんだけど日ごャワーはライフをゾーズオンしていこうと思って <laughs> えっとあ俺別に今パチッ パチチンンココじゃないやパパっとこないですあのパパソコンをペットしたけどパソコンに何も記載してないやちょっと思い出せる範囲で俺がカレーで何を作ってる何をやったかを言おうこれすげえ尺使えるあざすあの <laughs> まず材料のご紹介ですえー、鶏肉ちょっと量はまあその作る量に応じてなんですけどだいたいの俺が思ってる 話鶏肉結構いっぱい今回はですねあまあこれは別に今回いくつ使ったかはいいかうんなんかまあ結構いっぱい想像してください鶏肉鶏もも肉ですねあのそんないいやつじゃなくて大丈夫ですと玉ねぎ玉ねぎは今回えっ、ー、とまあでも投射器では少ないんだけどまあそれなりにえっ、ー、とねだから34人分で作るんだったら出そうって想像しよう鶏肉まあ2枚ぐらい と玉ねぎおっきいのなら1個10ぐらいなら2個でしょで、えっと、具材としてはあの夏野菜を乗せたんですけど夏野菜カレーを作ったんですけどそうあの何を言ってるのっていう方のためにご紹介すると夏野菜カレーを作ったんですけど、えっと、具材に夏野菜何乗せるかはちょっと一回ほっといてカレーのルーの話しますえっとでしょ 具はほぼこれだけだったでしょううんで <laughs> 何のまい今えにんにくと生姜うがにんにくと生姜はまあまあまあえっと、ね、気持ち多めにんにくなら3粒生姜ならまああのパッキとパックとか結構使って大丈夫なんか夏野菜の夏のさっぱりトマトカレーにしようと思ってそういう意図でしたえー、っとでトマト缶まあまあ1個ぐらい。 えー、みんなメモ取ってるよねでも今俺も思い出しながら喋ってるからメモ取りづらいよねわかるわかる、えー、っえっとでえっと完全再現するならあの野菜の出汁を取っててしかも昆布水も使っててえら <laughs> 前日ペットボトル 500ml に、えー、昆布出汁昆布あるでしょう塩、まあ、昆布とかでもいいですけど昆布をこうドンって入れるんですよでそれつけとくの どうすると勝手にこの昆布の成分がこうまみが出ちゃうよーってなってペットボトルいっぱいに昆布水っていうのが出来上がるんですよでまあそんなあんますぐ濃く作るとヌドヌドにできるんだけどまあまあ,あの昆布1枚ぐらいペット入れて僕は2リッターペットに、えー、とよ3枚ぐらい入れたのを持って行ってましたもう大変だったら持ってくのも暑いしさ楽器しょってさ下ごしらえしたさ食材とか持ってさ <laughs> 何やってんだろうと思って <laughs> で篠原君から「お米買ってこれる?」って聞かれて「無理です」って l い n 返しました<笑><笑>えと昆布水を作りましてでそれを、えー、と沸かすんですよ、ね、普通に今コンプで出してるみたいな感じでで玉ねぎの皮とか今日だったら今日今回だったら夏野菜の,あの使わなかった部分剥いた皮とかあのなすのヘタとか,なんかそういうのとかをペッペッペ,ッペッって入れるのねでそれで 沸かすのその鍋の鍋中そうするとねその野菜のその成分が出たその味のないコンソメみたいなものが出来上がるんですよこれがあのなんていうのてカレーの水分として入ってましたでも別にこれ水でも大丈夫ですでふ前回とかは俺すごい白だしとかお醤油が大大大好き男なので普通に白だし薄く水で割ったやつ結構ほぼ水の白だしちょっと入ったやつとかで作ってました今回はその 今回のテーマはあくまのもきと夏のトマトカレーだったので夏のチキンカレーだったんでえっとにんにくしょが多めのそういうなんかえっとなんてうのキャッチーな要素をちょっと減らし気味でちょっとストイックなさっぱり系にしたかったんですでその野菜らしいでしょえでスパイス類はえと今回そんなに使ってなくてクミンホールのクミン粉じゃなくて 粒のクミンと,クミンとあと僕トマトソースにオレガノ入れるのもいてまあまあ別に全てのイタリア人が多分知ってると思うけどあのオレガノがすごい好きなんでオレガノこれはまあ,まあスパイスとかハーブって感じですよねスパイス類多分ねこんなもんで隠し味ももうご湯をあの業務スーパーにチーユっていうのが売ってて鶏の油って書いてチーユが売ってて。 それ入れるとすごいその取り出し爆発するのでそれ入ってますでえっとカレー粉カレー粉も、まあ、SB のカレー粉でもいいんですけど SB のカレー粉であのスパイスカレー作ると SB のカレー粉の味するんで、えっとまあ、もし可能であれば、まあ、あのちっちゃいあの売ってるんですよ100円とかで100円ショップとかで実は売ってるあの,の。 クミンとターメリックとコリアンダーをクミンにターメリック1コリアンダー1の割合で作ったカレー粉をそれをカレー粉とするって言ってカレー粉にしてますあー丁寧めっちゃ丁寧なレシピ紹介でカレーのベースは多分こんなもんだと思うそれで作り方をご紹介しますえっ、ー、と油にフライパンや油をちょっと多めに入れて、えー、冷たい状態の油に ホールのクミをベッて入れま,すうんまあ何回か作ってみたら分かると思うんだけどいっぱい入れても別になんかクミン臭くとかなんないんでまあちょっと多めに入れてもいいしまあ何でもいいですよ <laughs> いた。インド人が作ってるもんだからねカレーなんてカレーなんてえっ、えー、とこれは差別発言ではございませんそのカレーは手軽に作れるよということが表現したかっただけです。えー、で冷たい状態に。 含みを入れてすごーい弱火にかけます。あのニンニクと生姜を油で熱します。みたいなやつのスパイス版です。で、そのパチ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 言ってくるんですよ。クミンが焦げないようにこう。混ぜたりとかしてある程度混ぜるために油の量必要なんで、すねでカレーってあの油とトマトで食うもんみたいなざっくりとかあるので、あのあま油ケチない方がいいかもしれないです。あと、オリーブオイルで作っても全然大丈夫です。サラダ油でも大丈夫です。ごま油だとちょっとなんか中華になっちゃうた。もう。 でこう、クミンがこう炒まるななんか香りがするといいなってこうまず思いを込めながらねやるわけですよでえっ、ー、とまあまあいいかなっていうタイミングで、えー、と刻んだニンニクと生姜、え面、ー、倒くさい方はチューブでも大丈夫ですベーって入れて、まあ、これもまた、まあ、弱火で香りが出ますようにってでこれまあ,あの全世界共通の美味しいと感じる人がか美味しいと感じる匂いがしますんでよしよしよしと思ってくださいこれ焦げないようにしてください で、玉ねぎをまあまあなんかえっといい感じに切って、まあ、薄切りにして薄切りにしたやつを、えっと、もう半分にしてますその薄さじゃなくてあの大きさの面で半分にしてますまあでも切り方なども大丈夫ですそんなことそんな大事じゃないんででそこにそのまあ割と炒まった香りが出てるであろうクミンにん生姜のところに、えー、ボロンと玉ねぎをまあ入れます で、こうなってからはスパイスとにんにク氷河はほぼほぼ焦げないのでちょっと火強めて大丈夫でこれで玉ねぎがある程度かさが減るぐらいまでちょっとこうあれしまーすあれしてくださいで一方その頃、えー、こっちの鍋を用意していただいて今のフライパンの話ね鍋に、えー、とトマト缶ベッて入れてちょっとこう焦がすというか若干煮詰める感じにしておくとなんかかっこいいなんかね カレー僕がいつも作ってる時は煮詰めたトマトにそのううものを突っ込んでまた水で割るっていうその二度手間をしてますで玉ねぎがこうだいたい炒まってきましたでそうするとちょっとカサが減るのちょっとカサ減らしたいまあなんか飴色玉ねぎとかまでいかなくていいよなぜならば飴色玉ねぎちょっと甘み出る感じになるじゃんであのー、今回さっぱりした夏っぽいトマトカレーにしたかったんで甘い色甘い色 甘い色 <laughs> 甘みそんなになくてもいいかなと思ってあの、ま、トマト感がバーッと焦げない程度に煮立ってるところに一本入れていただきましてでなんかあこれで今あのカレー風トマト煮込みにんにく生姜入りが出来上がるんですよね正直ここにたどり着ければ今までの工程全部すっ飛ばしても大丈夫ですまあなんか俺はこうやってやってますっていうだけでスパイスカレーめっちゃ簡単なんででえー ままあまあなんかそのさらってゴムベラとかまああればねで鶏肉も炒めます鶏肉鶏肉今回今回俺はちょっとまあの YouTuber の人で塩漬けすごい上手な人がいるから塩漬けしてて塩漬けするとねそのお肉って余計な水分が出てあの肉自体の味が濃くなるというまあそういう宗教があって <laughs> どこまで本当かはいいの俺料理って信仰だと思ってるんですけど。 それをこう信じているんで僕は今あのお肉ちょっと塩漬けして前日から置いといてみたんですけどそういうのとかやりましたあのまあお好きな大きさに切って僕はちょっとゴロっとしたかったんでお肉ちょっと大きめに切って、えー、炒めますで皮面が、まあ、まあ焦げ目がつくとメイラード反応なんていうラジオとしてあるマジでラルラルルルルが出ましたけれどもあのメイラード反応とかが起こるとまあいいかなと思いながら皮面を下にちょっと カリッと焼けるといいなポイントかカリッと焼くためのポイントはあの、まあ、ととく我慢すすると触らないってことですねあの肉から油が出て勝手にこう離れていってくれるのでフライパンからちょっとその時までこうしばしあの見守る可愛い子には食べさせよう的な感じで見守っていただいて、えー、まあまああと最悪焼き目なんか別につかなくても大丈夫あの、まあ、プラスアルファもあるとより良いみたいな感じです。 で肉炒めてでそのさっきのトマトを鍋にペンって入れるでしょで今これで、まあ、チキントマト煮込みみたいなものはできてるわけですねこれができてれば最終的にあのどういった形であれ大丈夫ですまあ俺はこういうあの山の登り方をしてるという話をしてますあおならですおおならですおでまあオナラすごいサービスショットがさあ,あのおならだけにサービスショットが出てしまいましたけれども一人なんで別に恥ずかしくも何ともありませんただそれを誰かが聞いてるということを想像すると <laughs> と思いますね <laughs> 今日なんか <laughs> 乗ってるね料理の話してるとこのすごいエンジンがかかるんですよね毎回料理の話してようかなで、えー、トマト煮込みが出来上がってるでしょうにそこにはねハちゃんそ,うそう帰っできそうでここに、えー、とさっき言ったカレー粉あのブレンドしたものがあるでしょターメリックとクミンとコリアンダーを俺言い間違えてないといいな俺聞き直さないからね 違ったらごめんなさいそれを、まあ、適量入れるあの、ね、鍋1面ぐらいでこれでその硬さが決まるのででさっきのあの野菜と昆布のお出汁とかもその適宜なんかあちょっと水量減っちゃったなと思ったらでこれもそのシャバシャバに作りたければ多めに水入れてなんかもうちょっともったり作りたければあまあこんなもんでいいかみたいな量で大丈夫です <laughs> で、チここにちょっとと、入れますとオレガノも入れますオレガノ入れるとちょっと,ことハーブカレーみたいな感じにってうまいんですよあ。うまいしなんかそういう意味ではキャッチー変に変わったスパイスが入ってるわけじゃないから食べやすいみたいな。でチーユはまあ鶏の旨味みがどこかに入ってくれみたいなで、俺さっきあの前回は鶏炒める時もチーユで炒めてた。<laughs> なんかもうなんかダブル鶏みたいな <laughs> ダブル鶏ってマージャンかっつって誰かわかんない <laughs> そんな感じでやってました。で で、味はほ、えっと、ほぼほぼお塩だけあの、お肉塩漬けした塩でもんでたのであの味見してみて薄ければお塩って感じですまと胡椒で本でに本当にあのこの鍋にこれしか入れないのってぐらいの量だけお塩入れたんであのおまじないおいしくないあれのおまじないをお塩でかけました多分これでお好みの野菜を買ってきて素揚げっていうか多めの油で揚げ焼きしました ナスとズッキーニとピーマンパプリカみたいなあでエリンギなんかま安い野菜でいいですよあの夏野菜安くなって業務スーパーで安くなってるやつでした <laughs> <お>っていうのを作ったんですよあの夏のうだるような暑さなのでキッチン爆発ですけどよかったら作ってみてくださいはーちゃんが今帰ってきましたね、うん、はーちゃんは 来ませんでしたけども父は来てくれましたはいあいいちょっと今日このぐらいの尺で喋ろうと思ってたのいいんだえっとライブがいっぱいあるんで来てください7月27日新宿芦部8月2日は t o k i o 8月3日は新宿ロフトおかえり そしてまた8月8日に茶場シラバイトクラブございますのでよかったら来てくださいあの今これでスケジュール帳見て思い出しましたけどあの鈴木ジョーのライブも決まっておりますので鈴木ジョーもあのいいやつなんでよかったら見てくださいはあちゃんと鈴木ジョーは同い年だからリアル弟ってる感じがしてますまあリアル弟といますそうなんだというねあのちょうどこうスタッフさんぐらいの笑い声の距離で喋ってましたけれども <laughs> はいというわけで ありがとうございました。皆様のカレーのお買い上げのお金は僕のお財布に入りました。どうもありがとうございます。<laughs> あれです。ふと <laughs> 客の皆さん、<laughs> あれです。<laughs> ちょっと細,細客いなかった。<laughs> 細客いなかったです。<laughs> ちょっと違う違う。<laughs> やっぱ歯がはくるとまたもう一途に上がっちゃったけど、もう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 ね、じゃ、はい、終盤どころか、ああもう終わりです。出したの前に、ね。うん、そう、はい、出した。<laughs>